1965年の阪神タイガースでは、1965年の阪神タイガースの動向をまとめる。この年の阪神タイガースは、シーズン途中で就任をした1961年を、含めて、藤本定義監督の5年目のシーズンである。1962年、1964年と2度、優勝しながらも、日本シリーズで、東映、南海にそれぞれ敗退したのを受け、 藤本監督の発案でユニフォームを一新。当初はオープン戦からの使用予定だったが、ユニフォームを変えると負けるというジンクスがあり、前半戦までは従来の袖ラインなしユニフォームを使用し、オールスターゲームから新ユニフォームが登場した。こうして登場した新ユニフォームは1953年から採用のデザインに首、袖、ズボンのラインを入れ、左袖に、 大阪ロゴを入れたもので、1973年まで使用された。新ユニフォーム効果もあり、チームは8月まで巨人に食らいついたものの最後は差が広がり、最終的に中日に抜かれて3位に終わった。投手陣では前年優勝の立役者であるジーン・バッキーと村山実がこの年も健在で、前年16歳でプロ入り初登板の古沢健二が、 中継ぎで一軍に定着するなど明るい話題もあった。打撃陣は4番の山内和弘や、切り込み隊長、吉田義雄が、それなりの成績を残すが、後の選手が不調だったこともあり、部位にはならなかった。ありがとうございます。